こんにちは山中ですす、えー、東京ね毎日暑いいが続いてます、えー、今日はですね前回に引き続きまあ今民主党の中で予備選の中でまあいよいよ台風の目になりつつあるのかなというロバート・ケネディジュニア前回はあの彼のバックグラウンドね まあ私がずっと住んでいる長く住んでいたシカゴそしてそこでえどのような関わりをねケネディ家っていうのはもう大きな影響力をシカゴの中にも本当大きな不動産をビルディングを持っていたりしてますまあ全米の大きなところはねケネディ家は持っているんですけどもえそんな話もさせてもらいましたが今回はねあのここ直近の議会証言 えー、そしてその後のいくつも彼が呼ばれて出ているインタビュー、えー、これがねやはり驚くべきもので一気にねあの支持率があの議会証言の後も上がってきちゃったんですねでこれはあのちょっとどういうことか少しその経緯をお話しましょうこの間ななぜならばあの そのお話するところで、ちょっとね、途中で切れちゃったんで。まあ、要は。民主党が無視できなくなってきた。なぜならば。こんなものは絶対にケネディなんていうのは陰謀論者で。まあ、この。ね、お注射。絶対反対だと、なぜならば、彼は。安全性のデータが。 長期ののものはまるでなないいじゃないか今までの、ね、宇宙者に関しては全てあったものが何もなくなってしまったんじゃないのかということの反対なんですだから反枠じゃないよと彼はねはっきりそういうふうに言ってるしかし民主党主流派バイデン政権徹底してこのロバート・ケネディ・ジュニアをね貶としめる報道してきたただね これは私この間茂木誠さん私も非常に仲のいい、まあ、歴史の先生ですねこの彼が私がこう一連のロバート・ケネディのね1990年代は彼は環境保護活動家ロイヤー弁護士として非常に名を馳せた人物であるそしてその流れが2020年になってあの頃が始まって彼,彼はそのお注射これはまるであん ちゃんとした安全性のデータがない特に子どもに関しては安全性のデータがないこういったようなものを長期間のデータなんかないんだから、ええ、この最初から分かってる製薬会社の方はもういろんな虚偽のあれを出してきたそしてそういった証拠を全部彼は第三者のソースのところから引っ張って本を書いたりしているそれに全部絡んできてるのが今の民主党なんですね左派ですね。 でこの間あ、今、共和党が下院は多数派を取ってますから、えー、特に重要ないくつかの委員会がありますね、監視委員会あるいは法務委員会下院、えー、法務委員会の中に小、えー、委員会が一つある、これが、ね、検閲調査小委員会っていうんですね。検閲調査省委員会これ、ね 今まで起きたこの大統領選が不正があったとかあるいはお注射に関することを全部ビッグテックがねツイッターやあるいは YouTube や Facebook みんなこれされましたよねアカウントが突然閉鎖されるあるいは YouTube が突然バンサーを落とされるこういうことが続々と起こってそれがほぼほぼというかね 大半の保守系の人たち、保守系の政治家、保守系の言論人のだけ狙い撃ちされて、そして検閲を受けてきたわけですね。うん。そしてその検閲を起こした大元に、アメリカ司法省、FBI、こういった、いわゆる政府のエージェンシーが直接絡み、 彼らに例えば Facebook に Google ググに対して要は反対政党である共和党のこの彼らの言論は全部陰謀論だから根拠がない陰謀論だという理由でバンさせていくアカウントを凍結させていくってことをね命令していたんですよ。こういった証拠がどん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 上がってきちゃってなんと これはもう共和党の中では上院議員下院議員たちあるいはその共和党関連の言論じゃないこの12年もバンバンとんでもないことがアメリカで起きている第三諸国のようなことがつまり、えー、本来アメリカのような、ね、先進国の人であるべきアメリカで起こ絶対起きてはならないバナナリパブリックというバナナ共和国という英語でよく言うんですよ。もう、まあ、あっちの方ののの方南洋の島のね 何の民主主義のかけらもないまあそういった現地の人たちの長い教育も何もない人たちのところで起きるような選挙のやり方ね相手候補を無罪の罪ででっち上げて逮捕させるなんこんなのももうスターリンや毛沢東や別に東ドイツやああいうところに出すまでもなくね あのベネズエラでもキューバでも共産国独裁主義政権では頻繁に起きてきたことなんですよそれが今アメリカで起きてるとずっとこの何年か言われてきたまるでアメリカの大手メディアはそういう報道はしないから日本のコピーメディアはまるっきりしませんトランプに対しては根拠なき選挙不正の疑いをどの子のあの子のね私もこの間言いました ちょっとあれ確か有料チャンネルの方でかなり詳しくその辺いったと思いますご興味のある方はそっちご覧になってくださいただ今日は、ねまあ、ロバート・ケネディジュニアまあ戻りたいと思いますが彼が、ね、議会で証言をしたわけですねでこのちょっと流れだけ言いましょう、えー、この検閲調査委員会も一応、ね、共和党が下院議長を取ってますから多数派は共和党になるとね 委員長職を取れるんで,すよ委員長で多分あれ9人ぐらいはいたのかな7人から9人ぐらいいた委員のまあ大体過半数9人いたら5人ぐらいは共和党が取れるだから採決を取れば共和党が勝てるんですよねそしてだけど4人は民主党が入ってくるからその4人の民主党の中でも特別に口の利く達者な 女性議議員員とか黒人議員を出してきますね民主党はそれがこのロバート・ケネディ・ジュニアのまず承認喚問をするということが段階があの共和党がね共和党がこれを呼,ぶ呼ぶわけですよ共和党の下院議長事務上団議長はね委員長が呼ぶって決定した途端にね民主党はありとあらゆる手を使って 絶対こんなロバート・ケネディ・ジュニアなんかね、大しダメだと。なぜならば、彼は人種差別主義者である。ユダヤ差別主義者であるという、ないつもの通り差別を旗頭にすりゃみんな、う、えーって引っ込んじゃうということを彼らはよく知っているから、それをやった。しかしここで一歩も共和党の下院、まあ、委員長であるジュミジョーダンは、 そんんなことはありませんと彼は検閲を受けた最大の今回犠牲者じゃないかその犠牲者に証言をしてもらう何のおかしいことはない一歩も引かなかっただけどまずこれが起きたことで最初に冒頭2人の民主党女性議員1人は黒人女性議員この人いつも出てくるものすごく親しさら口達者な人まあリベラル左派の民主党の中の代表選手の1人と言っていいでしょうね まあ、弁護士でしょうだいたい全部弁護士だから向こうの代議士はオバマも弁護士トランプとかあの前いたねあのブッシュなんてねあれあの息子さんのほは弁護士じゃないんですね、まあ、そういうのは例外なんですけどねあのヒラリー・クリントンも旦那のビル・クリントンみんな弁護士資格持ってますだから弁護士って言うと口達者なんですね、うん、口では負けない。 そういういのを訓練されてますからねしかしそういったことで何をしたかというとこのね黒人女性民主党議員はね「メッサー・ケネディあなたは人種差別」ね、例えばあのコロが起きた時にあれは中国から来たあまあ,あバイオ、ね、兵器であるとだからよってこれは特に白人ねまあ白人系の人 あるいはアシュケナジユダヤという、ねまあ、ユダヤ人の中でもある特定のユダヤ人、まあ、昔からある人種的宗教的に古来からあるユダヤ人とは違うということにされていますね。というのはこの番組でも他の先生講師がおっしゃる方いるかもしれませんが現在国際金融資本と言われているヨーロッパアメリカに非常に巨大な権力を持った。 お金を持ったウォール街のバックグラウンドにいるそういったファミリーがこのあしきなじユダヤ人と言われていますそしてケネディさんはここと白人系を特に遺伝子レベルで狙い撃ちをされたような形跡があるということを以前何度も他のところで言っていたしかしこれを彼らはすぐにこれはユダヤへの差別発言であると。 このように主張したわけですねそしてまたあー非常にたくさんの黒人もこの頃で亡くなった人はいるさまざまなアメリカの中での人種でいうと白人やスパニッシュアジア系の中で黒人はねかなり死亡率が高かったんですよこれは実際そうだったんですいろんな理由が言われています 例えば黒人層の人たちやはり貧しい人々が多いとかねあるいは低所得者の人たちで非常に栄養の偏ったものをしか取っていないとかね揚げ物とかねフライチキンとかね多いんですよ僕も仲のいい黒人のね空手を教えた生徒とかまあミュージシャンもたくさん知ってますけどね日本に来てもね、えー、こちらがおいしい海鮮の食べ物を用意しても。 真っ先にケンタッキー・フライチ地域に全然帰って言われてね何とかねうんそういうこと結構あるんですねでまあただね黒人もいろんな人たちがいますから中産ミドルクラスもいればそうじゃない人たちもいるただやはり非常に多くの貧しい黒人の人たちは栄養状態がよくない非常に肥満しているこうなるとね非常にね自己免疫力弱いですよねそうなるとコロナに関しても免疫力が高い人低い人で相当の罹患してもその後の重症度あるいは亡くなる率が変わる 黒人はこういうものもいろいろあったと言われていますね。まあ、人種的に言うならですよ。ただ、そういった発言を。ロバートケネディジュニア、まあ、言ったんだけど、これがすべて黒人やユダヤ系への差別発言であると。まあ、全部そっち差別、差別、とにかくね。相手を差別主義者だって攻撃するのが、この左派民主党の。まあ、はっきり言って、共産主義者たちです。今、アメリカ、はこの間も。 茂木誠さんとね、私ずっと対談やってたんですが、今、アメリカはどんどん、アメリカ民主党じゃない、あれはアメリカ共産党だとまではっきり言っておりましたね、あの今のあの、私も画像をずっと見てましたけどね、そうなるとそれは間違いないなと、えー、そういう中で、えー、こういったことを言われて、彼はね、完全とこれに、そういうことは受け入れられない。 今まで私は一度もそのような人種差別の発言をこの生涯で一度たりともしたことはないんだ、ユダヤに関して言えばね、イスラエルに関して、今回、バイデン政権はね、イランに対してのね、非常に支援を、金を出したんですね、それによってイスラエルはものすごく怒った、アラブの国々は非常に怒った、そういったことに対して真っ先に民主党の誰よりも反対したのは自分なんだと。 イスラエルへの強力ないつも支援をしているのはどこの誰よりも民主党議員よりも私だというような発言をしてきたんですねそして非常に、えー、説得力があったそして、えー、この議会の間ねこの議会の間になんとアメリカズ、えー、なんて言ったかな、えー、ここのねスーパーパックというんですトランプ,トランプって ロバート・ケネディジュニアを2024年大統領にするためのスーパーパック巨額の寄付を集めれるんですスーパーパックは5億、10億、20億、100億って集めれる現在、この公聴会たった1時間、2時間ぐらいの間で5ミリオンドラーだから約7億円の資金が彼のスーパーパックに集まったんですよいかにどのぐらいこの民主党のおかしな茶番の攻撃が彼を人種 あの人身主義者だというこういった個人攻撃がまるでそうじゃなく人々からは受け入れられたそして、このおースーパーパックにはすでに、ね、1625万ドルの金額がたったこの1年という道もたったですね彼が大統領選を発表したのは今年の春先だと思いますから現在23億円の資金がすでに集まっているそれもたったこの数時間の議会証言の中で 7億円集まったつまりこれぐらいですね、えー、彼のあの影響力は非常に強くなっているそれでこれちょっとねここ私直近でこれすごい数字が出てきたんですけどあのー、これですね、えー、まあ,あ これ数字にもよるんですけどねえーまあ17、17%ケネディまあ20、20%以上あるというのもあるんですね、民主党の中の予備選ね、民主党だけで取るとバイデン、まだ60%ぐらいはある、そうなんですね、そして、ただね、もっとすごいのはね、フェイボラビリティというんですね、フェイボラビリティ、つまりね、ロバート・ケネディジ・ジュニアに対する好意、好感度は、好感度は、いいですか、これすごいですよ。 全体ででなんです共和党内では48%彼に好感を持ってない共和党は 22%48 対22ダントツに共和党の中でも彼に好感を持っている人が2倍以上いるなんとそして民主党ですよ民主党はバイデンをこれだけね攻撃するわけだから本当は数字ほぼないはずが 民主党の中でも好感度は21%まで取ってるこれが2割のつまり彼を支持するという人が民主党の中で2割本来あるべき数字じゃないのは2割まで来てるそしてなんとね無党派層インデペンテントではね約40%なんです好感度がねこれは彼が言ってた通りもし自分がバイデンの代わりに大統領選に出れば こ,れ今はこの数字は21%だけど民主党のほぼ大半は自分に入れるだろうしバイデンがいなくなればそして共和党のかなりが共和党のね48%なんですよ、仮に効果を持ってるのはそして無党派層は39%非常に高いですよね、えー、ということでこれからますます台風の目になるではないかと思いいいまますす今日はこれらにしたとと思いますどううもありがとうございます。